ここに来てるっていうことは恋で悩んでるっていうことだよね。この動画は生まれてこの方モテモテ王子のひなたがあなたの恋の絵をさっと引くラブサポートムービーとなっております。あなたのラブライフにサチアレ。さっきインスタの DM でみんなのお悩みを募集した。今からそれを読み上げて僕なりに解決していく。それではモテモテ TV スタート。エアコン音入るかなって思って消したけどつける。はい、それではね、ちょっとさっきさ、なんか蚊に噛まれてさ、ここ赤くなっててな、待ってたよ30分も。いこう。よし、それではね、今からみんなの恋愛相談を解決していこうかなと思います。お便りくれた方ありがとうございます。いきます。あっちゃいからもう投げます。ゲームに勝ったら何でもお願いを聞く。で、好きな人に勝ちました、どんな願いをしたら。一択でしょ。あなたの唇のティケットをください。これです。はい、次の通り。4年半付き合ってる彼氏と別れようかなって悩んでます。別れたらいいと思う。別れようかなって悩んでるっていうことはもう自分の中で答え出てて、お便りくれた方もそうですし、もう彼の方もね、もうそれだったらお互い早めにね、次のステップ行けた方がいいよねっていうことで、友情として好きなのか恋愛として好きなのか分からなくて困ってます。境界線はどこですか。稲が高校生の頃にね、その質問された時はキスができるかできないかっていう判断の仕方どうとかって友達に言ってたんですけども、ニューバージョンでいくと彼の頭にスイカが生えてたとしても愛を持ってそばにいてあげられるか、そういうことですね。はい。素で好きな人と話せるようになりたいです。アドバイスください。簡単です。素を出したいんですよね。じゃあ今から素を出していいですか。あなたの素を出しちゃってください。元彼が俺があげたプレゼント、その他諸々しっかり全部返せって言われたから着払いで送って OK。 着払いどころかめちゃめちゃ空間開けてダンベル入れてめちゃくちゃ送料高くなるようにもう着払ってください。そんなこと言うやつは人にあげたものを返せって。どうするやろな、もらって使うんかな。メルカリとかで売ったりするのかな。告る派ですか待つ派ですか。断然告る派ですね。もう好きになったらもう好き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 どん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 っていきますから。何歳差までなら付き合えますか。ひなはね、結構多分何歳差でもその人が素敵であれば何歳でもいけちゃいますね。ドライブデートの時に気をつけることがあれば教えてほしいです。やっぱりね、密室の空間っていうことで口臭。同性の彼女と付き合って2年半になるのですが、どうしても親にカミングアウトすることができません。結構ね、こういう質問結構多かったですね。同性の彼女と付き合っててとかカミングアウト言えないっていうか周りに言えないとか、なんて気に無理やり言う必要はないんじゃないかなって思います。2人が幸せだったら OK じゃんっていうのは思うタイプで、言いたくなる人には言うやん。だってだからね、なんかそんななんか言ってこうストレスフルになるぐらいなんだったらね、自分が言いたいなって思える時まで待てばいいんじゃないかなって思いますね。3年前から推しのひなたさんに恋しています。どうしたらいいですか。そのままでいて。ひなちゃんは復縁ありと思いますか。ひなはなし派です。この世に人はわんさかわんさかいるんですよ。同じお花ばっかりよりもいろんなお花があった方がいいですよね。知らんけど。都合のいい女から抜け出したい。はーい。自分の中でどこを直せばいいのかっていうことが分かってるはずですよね。そもそもあなた。だからその行動をやめてください。そしたらまた違うワールドに行けるんじゃないでしょうか。冗談でラブとか言うと「like な」とか「友達として」とか言われてしまうのは異性として見られてない。いや、これはね、あっちもフェンシングしてる可能性ありますね。そのラブって言われることに対して、いや「like な」っていうことによってのその返しを待ってる可能性がありますね。もっと具体的なこと聞きたいなって思っちゃってる可能性ありますね。ラブほんともっと教えて、like だけどねっていう返しなんていうか教えたっていう感じだと思いますね。恋愛対象として見られてないんかっていうのは断言できませんね。ワンチャンあるかもしれないですね。ひなやったらラブって言って like だけどねって言われたら、いやラブだよ
って言うかもしれないですね。あビヨーン。浮気した女の子がいる集まりに行ってほしくないとき、どう伝えたらいいですか？論外よ、プロン外。行ってほしくないって言った方がいいと思う。逆の立場だったらどう思いますかって言ってあげてください。あの、仮に例え話でまんま同じこと返してあげればいいと思います。私が一回浮気したことある相手の集まり、ちょっと今日誘われてるんだけど行ってもいいって言った時に、あなたは許せる？それで解決します。ひなちゃんに恋してるんだけどいいよね？今まで付き合った人の人数、その質問来ると思ってたよ。ちょっと待ってください。数えます。1、2、3、4、5、6、7、ラッキーセブンぐらいかな。どうやって発展できるんでしょうか。自分の気持ちはストレートに伝えるのが一番いいんじゃないでしょうか。好き。それがダメなら大好き。いろんな方向からいろんな言葉で好きを伝えていきましょう。好きな人に相手に対して好きって言いづらいんやったら他のものでもいいよ。最初はその好きっていう言葉に馴染みをね、スキマーキングしていきましょう。何でもいい。この水美味しいんだよね、好き。このメガネ可愛いんだよね、好き。このリモコンのさ、このくぼみがいいんだよね、好き。これで相手の頭に好きを結びつけて、あれこいつ好き、好き、僕こうやってもしかして俺のことも好きって思わせたら勝ちですよ。復縁してからわがままが言えなくなりました。わがままって言って嫌われないですかね。じゃんじゃん言いまくったらいいと思いますけど、そのわがままを可愛いな、甘えちゃってっていう人と一緒にいてください。昔好きだった人を抱いてみたいです。あ、これ昔好きだった人を抱いてみたいです。ここに質問かけるんやったらもうその人に伝えちゃってください。昔好きやったんやけど抱いてもいいって逆にそこまでストレートに言われたら人って動揺していいかもって言うから。結婚するのに学歴とかって気にしますか？全く気にしないですね。むしろ学歴があろうがなかろうがその人の輝きで決めたいですね。自分のへがデカ&草で彼氏がドン引きでした。私は固まりました。どんな対応が良かったのでしょう。あー、なるほどね。ブワー、くさ、彼氏、私ここをどっちかが笑いに変えたいですよね。もうでかいへでおもろいから。みんながいつも使うやつ、あのここでこっそり伝授しますね。ブッ、温泉湧いたかもってやってみてください。これだったらもうおもろいから、あ、こいつおもろ、衣装ついてこうってなりますから。パートナーと喧嘩をしないためにはどうしたらいいですか。なんだろう、喧嘩しないように、喧嘩しないようにやったらこう我慢するっていう気持ちになるやんか。じゃなくてこう、私はこうなんだよっていう、そのこうでこうでっていう考えをお互いシェアして折り合いをつけていくっていう考えにしたら、その喧嘩は最初結構怒るやろうけども、その後のことを考えたら絶対にそっちの方が2人で楽しめるなと思います。私はサッカー部のマネです。でも好きな人をフェンスで挟んで向こうの野球部です。ああ、なるほど、なるほど。いいじゃないですか、フェンス越しの恋っていうことで。フェンスがあるんでしたら、そこにお尻を押し付けて、フェンスからはみ出るお肉でお誘いするっていうのも一つの手かなと思いますね。部活してる時って結構周り見ますから、フェンスになんか肉肉しいなみたいな。っていうその違和感を覚えさせる。フェンスを利用する。全部使っちゃう。それが真のモテモテですよ。はい、もう今日はこの辺で終わろうかな。今日もまたモテちゃうかな。おいしょっと、おいしょ、おいしょ。こんな話したらまたモテちゃう。はい、というわけでね、今日もこのモテモテ講座、ひなたの部屋へ来てくれてありがとうございました。最後までご清聴いただき、もしこの動画が良かったと思ったら、このモテボタン、あ、間違った、チャンネル登録といいねを押してくださいね。はい、というわけでね、今日も動画最後見てくれてありがとうございました。グッバイシュー、ひなたでした。うっそー。